はい、おパシとお茶です。こんにちは。こんにちは。いや、パシさんどうしちゃったんですか。何がマジで最近もう何も尖ってないじゃん。いや、尖ってるよ。見る影もないマジで。いやいやいや、それはね、 YouTube がコンプラ的にね広告つかなくなるからね。いや、そんなことないよ。俺は散々プライベートでよく会うじゃないですか。もうほんとおじいちゃん。いやー、丸くなりましたよ。いや、でもね、ちょ、聞いてくださいよ。はい。俺今コロナの後遺症で咳止まらないんすよ。いや、もうおじいちゃんじゃん。もうなんでそうなっちゃったんだよ。さっきからマイクミュートしてめっちゃ咳込んでおえつ吐きそうになってるんですよ。咳やりながらたまにポケモンカードやると思ったら、いきなりポケモンカード世界大会決まりそうとかって。何やってんだよ。いやいや、楽しい老後でしょうよ。いや、老後だよね、もう完全にね。いや、いい老後だよ、マジで。ダメだなぁ、ちょっとあの時のパスさん取り戻さないとなぁ。あの時のパスさんって、どの時のパスさん。いや、なんかもう、メンズエッグみたいな時あったじゃないですか。メンズエッグ。あの、髪白くして女抱くことと金稼ぐことしか考えてなかった頃。そう。あー、え、33歳であれやっていいの。やっていい、やっていい。全然いっぱいいるじゃないですか。いや、やっていいけど、絶対身内から陰口半端ないよ、あれ。あ、そういうのもいろいろあって。いや、なかったよ、当時は。まだ俺20代だったし。うん。でも、なんか30半ば近くでさ、白髪、女抱くことと金稼ぐことしか考えてません、結構きつくないですか。いや、きついよ。別に俺は何歳でもきついんだけど。あのきついパスさんが好きなんだよ、やっぱり。ああ、きつい俺がもっと見たい。富士さん、明日体調大丈夫ですかって。一応ビタミン剤持ってきたんで。何がビタミン剤じゃ、ボケと。ドラッグ行けよ、ドラッグ行け。そう、あのまんまで行ったらドラッグ行ってもかっこいいじゃん。まあ今日はだからパスさんを取り戻そうっていう回で。パスさん取り戻そうかい。はい。いや、もうそこはもう代わりにエータさんそっちに行かせよ。既婚どころか子供おるわ。え、子供いるからってひよってんのって。いや、あいつはね、ひよってない時期がないから、一回も人生で。え、一回ぐらい尖らしてもいいじゃない。俺はもう一回尖ったから、そろそろ丸くなっていいんですよ。そういうことか。ダメだな。いや、やっぱ一回尖ったからこそ胸張って、もう俺別に尖んなくていいやって本気で言えるんですよ。やだ。だってその感じがやだ。だってエータさんとかだってさ、うん、これでさ、突然さ、二十歳のさ、めちゃくちゃタイプのグラビアアイドルとかからさ、絶対奥さんに言わないですからとか言われたらさ、うん、ちょっと心が揺らぐかもしれないじゃん、彼だって。遊んでなかったんだったら。でも俺胸張って遊んでたから、二十歳のグラドルがなんぼのもんじゃいって言えるもん。いやー、だからそれよ、それなんよ。なんか、ああいう時期みんなあるよね。これが嫌なんだよな。最前線で突っ走ってほしいのよ。いやいや違う。いや、俺最前線突っ走った結果今だったから。そうなんだ。じゃあ今ポケカー来たらもう終わりってこと。あ、そうです。生きる願望なくなるんだ。いや、そしたらそのポケモンカードで得た知識とかノウハウとかを活かしながら、ワンピースカードとかに浮気するかもしれない。しょうもない浮気。やってることお茶さんと一緒。いやいやいや、俺違うから全然。他のゲームやってたから、このゲームもなんとなくわかるんだよなつって、すぐ上まで行くみたいな。いや、俺はもうほんとやんないから、カードゲームとか。俺今から女行くから。あ、女行くから女行くの。そう一周回って今から女行く。あ、今から女行くのか。ちょっと、うん、それ荒野バブルの時に行った方が良かったっすよ。一番人生楽しかったはず、多分それが。あ、そうなんだ。周りで楽しんでるやついっぱい見たでしょ、だって。いたね、確かに。今でも楽しんでる人いる？多分ね、今はそんなに楽しんでない印象がありますよ。あ、そうなんだ。多分あの女の子も遊ばれ慣れたし、男側も遊び飽きて、なんかもうすごかったっぽいですよ、なんか。すごかったんだ。え、もうなんか、もう女の子がみんな著作権フリーみたいになって、この子は誰々さんと誰々さんの所有物みたいな、うん、ああ俺もみたいな。結果的に誰かのお風呂だよねみたいになって、片足突っ込んでたの、おぱしさん、そこの界隈に。いや、俺はそのなんか、あの女の子をシェアする界隈にはいなかったんで、シェアしてもらえなかったです。あ、そうなんだ。はい、おこぼれはいただけず。うわ、そこにいたらまた変わったかもな、今な。いや、そこにいたら今ワンチャン捕まってたかもしれないですよ。あ、確かに。俺だけが最後の両親よ、パッサーにとって。そう。いや、お茶さんもそっち側行こうよ。行くか。だってあんだけさ、うん、あんだけクリーンなイメージで売ってた歌い手の人たちだって、実は裏で女の子とよろしくやってたわけじゃないですか、みんな。あ、そうなんだ。みんな散々炎上したじゃないですか、今年。ああ、か。ちょっと、名前出せないから、俺のチャンネルだとピーヨンだけど。あ、そうなんだ。まあ、みんな燃えたじゃないですか、うん。実は結婚してたとか、実は子供いたとか。でもなんか話は聞いてたけどね。それも怖いからやめてほしいな。
聞いてたわね。ちょっとそれ赤いよ、そのセリフは。いや俺だけだよ、ブレないの一生。そうか、今からお茶さん女遊びか。33歳女遊びか、きついな。いい、暑いね。暑いね。今回なんかお茶さんから動画撮ろうって言われて、またあの女アテンドしようかなって思ったんですよ。また前回ほら懺悔アテンドしようとしたらね、お茶さんから NG 出たじゃないですか。いやいや出てない出てない、いい女だったよ懺悔は。いい女だった、うん、ちゃんと味見までしてくれますか。うん、全然全然全然味見してくれる。なんか懺悔ちゃんのなんかさ、パーカー買おうかなと思って見てたもん、はい、ちゃんと引き取る気あるじゃないですか。おるおるおる、一生面倒見るよ懺悔。なんかヨシコとかアルマジロとか他の女も今度アテンドしようかなと思って。オパシガールズね。オパシガールズでなんかまあ金持ちとくっついてくれたら俺がちょっと安心するような女たちを。なんかさ、オパシガールズダービーでさ、誰が一番有望株か決めてほしいんだけど。面白い的な意味。そうそう、エース決めてみたいな、なんかパラメータ化してほしい。俺わかんないからオパシガールズのこと。残儀はここが武器ですよ、その代わり欠点ここですよみたいな。どうだろうな、全員なんかおもろくて顔面はいいけどイカれてるっていう、なんかほぼ全員同じパラメータなんですよね。同じなの。違うの、多分おっぱいのサイズと病気の重さぐらいです。あー、なるほどね。ほんと似たり寄ったり、属性は一緒みんな。じゃあもうあれだよ、メガス3姉妹みたいな感じか。そう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 。バケモン全員。まあでも一番おすすめはやっぱ懺悔っす。あー、さすがに。はい、さすがに。うん、まあ長いもんね、一番ね。長い長い長いし、あいつはもとにかくあの男に流される人生なんで、逆に言えば懺悔をもしもめちゃめちゃ働き者の女に変えれた時はもう玉残しなんで、もう太田さん一生スロット打ってポケカしてるだけで遊んで暮らせますよ。なるほどね。え、今日も頑張っててくれたのありがとう、大好きって言ってるだけであいつの自己肯定感をぶち上げて、もっと働かして、数字取れる女の子を働かせる。そういうさ、女の子ってどっから見つけてくんの。でも割と周りの YouTuber のやつに、俺自身がもうなんかリサーチしてなくて、登録者そんなにいなくて、数字今持ってないけどバケモンみたいにセンスある子いるってちょくちょく聞きます。仕入れるんだじゃあ。あ、仕入れてます。で、相手が登録者まだ1万とか2万とかだったら、うん、俺から Twitter で DM 来たら、まあ仕方しないじゃないですか、どうせ。うん、確かに。で、よかったら今度1回ゲームしましょうよって言って、ゲームして、あ、話し合って動画出てもらえそうだったら出てよって言って出てもらうみたいな。大体それっすよ。なるほどね。で、はい、よかったらレギュラーになるんだ、準レギュラーに。あ、そうそうそう、断られたパターンもごくまれにあります。ああ、そうなんだ。じゃあ一応アタックはしてんだね。あ、そうです。絶対この人伸びるじゃんと思って、もう1万人行く前に声かけたけど、うん、なんか断られちゃってみたいな、うん、ってことはさ、 2,3 回出てさ、いなくなった女はさ、はい、ダメだったってこと。ダメだった、ダメだったっていうか、なんかまあレギュラーにならなかっただけ、たまたま。ああ、そうなんだ。なんとなく今月荒野行動あともう何本か上げなきゃいけないっていう、急に使命感に駆られて上げる時あるんですよね。はいはいはい。あのノルマとかじゃなくて使命感で。はいはいはい。で、その使命感の時に、やっべえネタがねえどうしようって、あ、なんかツイッターで話題になってた子いたなみたいな、っていうなんか単発ワンポイント起用みたいなのはちらほらあります、ね、あ、ツイッターとかからもうやっぱ仕入れてくるんだ。数字の匂いがすれば別に何でもいい。るな。別に長い付き合いをするつもりも、なんか事務所の後輩になるわけでもないから、別にまあ一発取る分にはどうでもいいやっていう。なるほどね。はい、ちょっとお茶さんがじゃあこいつだったら俺ちょっと一生面倒見てもいいよって言えるような女の子探しときますわ。ありがとう。なんでそんなアテンドをしようとしてんの俺に。いや、それは弱みが欲しいからですよ、周りの。ダメじゃないですか。なるほどね。確かに弱みないもんな。そうなんですよね、全員やっぱ弱みって握れてるもん。ちなみに、え、俺の身内の弱みですか。そう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 、全く握りたいと思ってなくても、なんかみんなすごい俺になんか弱みを握らせてくる。俺別に握りたがってないのに、お前さん助けてくださいってみんな弱みをなんか、もう俺の弱み握ってって言って、なんか差し出してくるやつばっかっすよ。だとしたらやっぱすげえな、いざとなったら本当に壊せるんだ世界を。ルルーシュじゃん、かっけえ。ルルーシュじゃん。いや、俺はちゃんとあの仲いい後輩の弱みは大丈夫、一緒に墓場まで握りつぶそうで。ギュッ。そうやって弱みってやっぱ取ってくんだみんなの。いや、取る気ないんだけどな。あ、これ俺なんだ、やんのか。やるよ、もう動画の尺十分取れたから。取れたか、足りてるから。足りてない時って伸ばすの、こういう時。当たり前じゃないですか、バカの仕事しますよ。目まぐるしい努力だな。俺お茶さんにワンバイワン勝てねえんだよな。勝てないよ、俺何のゲームでもうまいんだから。今日こそは勝つよ。んー、おい、そこ避けれねえよな。あー、なんで。
わ、最悪マジで最悪マジで絶対弱い。おえー、リボンちゃん強すぎやろ。リボンちゃん強すぎやろ。